ここは現実と異なる裏の世界。あれ、ここはどこだろう。今日も迷える哀れな子羊が現れたようね。すみません、ここはどこですか。うわ、これは。もし表の世界に戻りたければこの問題を解くしかないわ。え、そうなの。というかこれは一体、左側は三次元の空間のようだけど右側は何だろう。一応左側と対応はしているみたいだね。これは厄介な問題が来たわね。あら、今回は最初からヒントがあるみたいよ。それは良かったのだ。これはどういう意味だろう。これは分かりやすいヒントね。いや、全く分からないんだけど説明お願いするのだ。仕方ないわね。数には関数としての裏の役割があるわ。裏の役割？今、a を定数としてこのような関数を考えましょう。ふむふむ、なるほど。この fa という関数は x を a 倍するようなのだ。その通りね。ここではこの関数を a 倍関数と呼ぶことにし、fa イコール a ドットと書くことにしましょう。このドットはプレースホルダーと呼ばれるものの一種で、ここに値を入れられるという意味ね。すると a は a ドットと対応することになる。 a は a 倍関数と対応する。何がしたいのかわからないけど、とりあえず了解なのだ。今のは1次元の場合だけど、2次元の場合はどうなるかな。これは2次元のベクトルを表しているようだね。もしかしてベクトルにも関数としての役割があるのかな。さっきは a 倍関数というものを考えていたから、同じように考えると数同士の掛け算と同じようにベクトル同士の掛け算をすれば良さそうなのだ。うんうん、いい感じね。ここではベクトルの内積を考えることにしましょう。内積は成分同士をかけた値を足し合わせればいいのだった。つまり a1 と x1 をかけた値と a2 と x2 をかけた値を足せば OK ね。改めてベクトル a と x をこのように定義しましょう。さっきと同じように a 倍関数を定義できるかな。やってやるのだ。ここでは関数 f8 はベクトル8の内積を取るものだと考えよう。さっきの記法を流用して fa を a ドットと書くことにすると、ベクトル a は a ドットと対応するのだ。これでベクトルの裏の役割が定義できた。ところでこのドットは内積を表すドットのように見えるから、厳密に言えばさっきのドットとはちょっと意味が違う気もするけど、まあ細かいことは気にしないことにしましょう。またベクトルの内積の値はベクトルではなく数なので、これを a 倍関数と呼ぶのに少し抵抗がある方もいるかもしれないけど、ここでは便利的にこれも a 倍関数と呼ぶことにするわね。了解なのだ。ちなみにこれは一般の n 次元の場合も同じように考えられるわ。2つの n 次元のベクトルの内積はやはり各成分をかけた値を足し合わせたものとして定義される。ここでは右側を表の世界、左側を裏の世界と考えましょう。わかるようなわからないような。そもそもなんでここでは内積を計算しているの。なんで内積を計算することが裏の世界と関わっているの。そのあたりの説明が欲しいのだ。まあ疑問に思うのも無理はないわね。では直感的な説明をしましょう。積んだもん、行列の点地って覚えてるかな。ああ、そういえばそんなのあったね。行列の点地とは、行列の行と列を入れ替える、つまり対角線に関してひっくり返す操作のことを言うのだ。例えばこの A という行列の点地行列はこんな感じになるね。ここでは行が列になり、列が行になっているのだ。よく覚えていたわね。それじゃあベクトルの点地はどうなるかな。ああ、この A という列ベクトルを一列の行列とみなして点地すると行ベクトルになるね。そう、ベクトルの点地では列ベクトルが行ベクトルになる。これを使ってベクトルの内積が計算できるわね。え、どういうこと。2つのベクトル AB が与えられているとしましょう。そして A の点地と B をかけると、 A は列ベクトルなので行ベクトルになる。これを行列の掛け算とみなすと、 A1 と B1 をかけた値と A2 と B2 をかけた値を足せばいい。細かいことを言えばここでは 1×1 行列を数と同一視しているけどね。そしてこれは A と B の内積に一致する。ああ、そういうことね。つまりベクトル A と A 倍関数の対応は A と A の点地の対応ともみなせる。要するにこれは単に列ベクトルと行ベクトルの対応だったんだね。直感的にはそう考えられるわね。そして恐ろしいのはここからよ。急にどうしたの。ここまでは有限次元のお話だったけど、無限次元では不思議なことが起こるわ。
では A を無限次元のベクトルとしましょう。不思議なことって言われても、単に A と A ドットを対応させるだけじゃないの？ふーん、そう考えるんだ。では実際にこの A 倍関数を使ってみましょう。この A 倍関数を、ある無限次元のベクトルに適用すると、その結果はこのようになる。ここでは各成分をかけた値が足し合わさっているね。特に問題なさそうだけど。いえ、それは違うわ。例えばこのような無限次元のベクトルの内積を考えましょう。するとその計算結果は1を無限に足していくことになり、正の無限大に発散してしまうわ。あれ？本当だ。他にも負の無限大に発散したり振動したりするパターンもあり得る。これらを計算結果として認めてしまうという方向も考えられるけど、それはある意味計算ができないということでもあるので、ひとまずそういう事態は避けたいわね。これを回避するためのシンプルな方法として空間を狭めるというものがある。例えばこれらのベクトルは無限次元だけど、有限個の成分を除き各成分がゼロになっている。すると内積は有限の値になるわ。よかった、これで問題解決なのだ。だいぶ空間が狭くなっちゃった気はするけど、ゼロでない成分は100個あっても1000個あってもいい。これはどの有限次元の空間よりも広い空間と言えるね。あれ？でもどうしたの？こっちのベクトルが有限個の成分を除いてゼロであれば、もう片方のベクトルはたとえどんな値であっても同じように内積が有限の値として計算できる。一体どういうことだろう？とんでもないことに気がついてしまったようね。この空間の謎の広がり方は一体何なのか？それに答えるにはこれまでの素朴な考え方には限界がある。これまで裏の世界と呼んでいたものをちゃんと定義する必要があるわ。裏の世界は数学用語では相対空間と呼ばれる。相対空間は一般のベクトル空間という種類の空間に対して定義できるけど、ひとまずこれまで通り実数の数ベクトルの空間を例に考えることにしましょう。なんか難しそうなのだ。その通り。ここからはかなり難しいお話になるので注意してね。これまで扱ってきた A 倍関数は線形性という性質を持っている。線形性は2つの性質で構成されるわ。まず内積の計算では分配法則が成り立つ。 FA を使って書き直せばこのようになるわね。これは言い換えれば X と Y を足してから FA で移しても、 X と Y をそれぞれ FA で移してから足しても結果が変わらないということを意味するわ。また内積の計算においてベクトルの定数倍は外に出すことができる。同じくこれを FA を使って書き直すとこのようになる。これは C を任意の定数として X を C 倍してから FA で移しても、 FA で移してから C 倍しても結果が変わらないということね。この A 倍関数の持つ2つの性質をまとめて線形性と呼ぶわ。では A 倍関数が線形性を満たすという事実から発想を転換させて、 A 倍関数を考える代わりに線形性を満たす関数の全体を考えると、どういうことなのだ？ベクトルを数に対応させる F という関数が線形性を満たすと仮定しましょう。そしてこれまで考えてきた N 次元の空間、つまり N 次元ユークリッド空間に対し、 F のように線形性を満たすような関数全体のなす空間を考える。これを相対空間といい、元の空間の名前にアスタリスクをつけて表すわ。さて数ベクトルは相対空間に存在する関数と対応していると言える。実はこの対応は有限次元の場合は1対1になっているけども、無限次元の場合は1対1に対応せず、相対空間は元の空間よりも広くなることが知られている。ここで R 無限はさっき考えたような有限個の成分を除いて0を満たす無限次元のベクトル全体の空間で、ふむふむ、なるほど。さっき何が起こったのかぼんやりと見えてきたのだ。表の世界には有限個の成分を除いて0という条件があった。でも裏の世界にはその条件はなく、もっと広い世界が広がっている。これはまさに無限次元の相対空間の元の空間より広くなる例なのだ。その正体がちょっと見えてきたわね。ちなみに説明していなかったけど、通常のベクトルと同じように関数も足したり定数倍したりできるわ。例えば F と G をベクトルを数に移す関数とすると、F プラス G という関数は X というベクトルを FX プラス GX という数に移す関数と定義される。ここでは右辺の数同士の足し算によって左辺の関数同士の足し算が定義されていることに注目してね。
同様に関数 f を定数 c 倍した cf という関数はベクトル x を cfx という数に移す関数と定義される。ここでも右辺の数の定数倍によって左辺の関数の定数倍が定義されているということになるわね。あまり気にしてなかったのだ。これで相対空間というものがなんとなく分かった気がする。ところで裏の裏は表であるのと同じように相対の相対は元に戻るのかが気になるのだ。列ベクトルの点値を取ると両ベクトルになり、さらに点値を取ると列ベクトルに戻る。ということは相対の相対は元に戻るんじゃないかな。なるほど、それは重要なポイントね。 x という数ベクトルには x ドットという関数を対応させられるのだった。では x ドットには何が対応するのかしら。相対空間の相対空間に存在するこの何かを x ハットと書くことにしましょう。これ厳密に議論すると長くなるので結果だけ書いちゃうけど、答えはこのようになるわ。あれ、なんだこれ。x ハットというのは関数みたいだけど、f という関数を移す関数になってる。そしてその値は fx となる。もうわけがわからないよ。大丈夫、落ち着いて。まず右辺の fx という式を両ベクトルと列ベクトルで書くと、イメージとしてはこういう感じね。ああ、そういえばそうだった。ここでは f という関数を x というベクトルに適用している。一方左辺の x ハット f という式は x ハットという関数を f というベクトルに適用している。直感的には x ハットは列ベクトル x の点値の点値なので、やはり列ベクトルとなっており、両ベクトルとかけることで内積が計算できるわ。そういうことだったんだ。つまり点と関数の役割が入れ替わってるんだね。相対空間、なかなか侮れないやつだったのだ。今日は相対空間についてさらっとお話ししたけど、奥が深い概念なので興味を持った方はぜひちゃんと勉強してみてくださいね。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。